はい、どうもお疲れ様です。11月3日朝6時10分の蕎麦解説です。今日は日本市場は休場でございます。文化の日だったですかね。まあ、こういうふうな国独自の祝日っていうのはその国の市場だけが休みますけども、まあ、他の市場ではね、例えばアメリカとかその他のオーストラリアとかではちゃんと円の取引って行われてますから、円の動きがないわけじゃないんですよ。ただやっぱりメインでね、まあ口座を開いてる方、やっぱり円っていうのは日本の口座開いてますから、休みだとあんま動かないんですよね。まあ、ですんで緩やかに上昇していくのかなっていうぐらいしか今のところはね、わかりませんね。まあ緩やかだと思います。で、その根拠として挙げられるのが、まずはこのね、大きな陽線が、まあ限界点達して利確が進んで、さらに利確が進んで、もしくは、後追いの売りが入ったと思いますけども、このヒゲによってですね、だいぶ整理がついてきたのかなってとこです。まだ形成中なんで、この日足なんとも言えませんけども、でも下に向かう勢いってのはこれによってかなりね、抑えられてきたのかなってとこです。で、逆にトレンドが上昇ですから、それから金利政策も結局金融緩和継続ですからね、151円を目指していくっていうことが考えられます。で、4時間の方見ていくんですが、4時間もこの辺でね、もじゃもじゃしてますけども、大体同じようなところで止まってますね。プラス、やっぱり綺麗に半値戻しで終わってるわけなんですよ。大体こういう時って半値戻しで終わるんですけども、そうなると、このトレンドが、そのまま延長されていくのかなっていうところですね。で、今日は金曜日といえども、休場なんで、ゆるゆると動いて、そして夜のアメリカで爆発するみたいな感じです。爆発はね、どっちに行くかわかりませんけども、これはコンサルの方はね、いつものパターンでトリガーをかけといて、取りこぼさないようにしてもらいたいと思います。そこで儲けましょう。はい。で、日足です。日足ですね。確かに、今週ってのは、週間取引の場合、買いの方で入るようになっていたと思いますけども、さすがにね、この価格から、月曜日の価格を割ることはないと思いますので、週間取引も、うまいこといきましたね。まあでもそういうことをね、ここで言ってもしょうがないんですけども、じゃあ、この1時間軸でどういうふうに考えるかってことですけども、一応ね、ここで底を打ったっていうのは判断ですよね。一旦こうやって下がって、揉み合って、大きなものがそこで、さらに整理されたっていうところだと思うんですよ。それから、この下髭が、もう下には行かないよと、上に向かっていくんだよってことを示してるというふうに解釈してればいいでしょう。それからここには3ペイなり4ペイみたいなものが出てますけども、残念ながら最後のね、1本。これが随分短い陽線になってますから、3ペイがそのまま生きてね、ドーンと上に行くっていうことよりも、緩やかに上昇していくっていうふうに解釈した方がよろしいかと思います。あとは特に、フォーメーションが出てることもないですしね。まあ、どこですかね。まあ、緩やかに、この151円とかを目指すと思いますよ。151円を目指して、しまいにはここも超えていくみたいな感じですか。まあ、ちょっとこれ152円まで介入もどうも入りそうにないですね。この緩やかなペースだったら。ゆっくりゆっくり行くんだったら介入なしで150円でも155円でも行きますからね。急激に行くからバランスを抑えるために介入っていうのが入るわけですから、介入っていうのはたびたびやるとね、為替操作というふうに、まあ国際法違反になるのかどうかね、そう細かいところっていうのは私が判断できないんですけども、でもやっぱりね、嫌われますんでね、為替介入って、やっぱりテクニカルでトレードしてるのは私たちだけじゃなくって、まあアメリカにもいるわけじゃないですか。日本の都合で介入ばっかりしてたまんねえよって話になっちゃいますから、じゃあアメリカで介入がありましたなんて話全然聞かないでしょ、私たちは。だ、日本だけが価格操作して身内で儲けてるやって思われてもいけないんですよ。それこそまさに信任を失うっていうことになりますからね。国債を増発したら信任を失うんじゃなくて、価格操作をする財務省に対して信任を失うってことになるんで、財務省もね、あんまり介入はしたくないんですよ。まあ、口先介入ぐらいじゃないですか、やっとできるのは。そのぐらい介入ってお手軽じゃないんですよってことがね、伝わればと思いました。はい、それでは別のファンダメンタル見ていきましょうか。5時なんですけども、ニューヨーク為替原油外況はいいとして、ドル円様子見。まあ、様子見ですよね、今日はね。で、雇用統計、賃金に注目です。今日ね、雇用統計出ますんで、この賃金に注目していきましょうってことです。で、これですね。日本は休場です。
で夜雇用統計などの数字が出ますんで、今これね三つ星がいっぱいあるでしょ。これによって、45週目6日から10日の1週間ってのがかなり面白くなると思います。来週はオーソドックスに789で利益を出す、6日で様子を見る、10日も稼げそうですけどね、10日で行ける人は行くみたいな感じになると思います。ちなみに私免許の更新行ってきます。11月6日月曜日朝10時からということなんで、月曜日はちょうどね相場的にも1週間の様子を見るのに本当に、適してる日ですから、動画更新そんなにたくさんはしませんけども、多分もう月曜日はね火水木のためにじっくりとマーケットを見ればいいんじゃないですか。基本的には緩やかに上昇していくか急激に上昇するかってことのどっちかだと思いますんで、バイオ入れとければ含み益は取れると思いますけどね。はい、じゃあ今日は以上のような形でございます。緩やかに上昇は今日も同じですね。健闘に乗ります。